するしない。どうも、ひなたえこです。今回もドラマシギャンブルタク4回戦目ですけれども、行ってみたいと思います。今のところ112と来てます。ラストはないけどとか言ってるとラストあるんでね、気をつけながら行きたいと思います。3万。いやー、ドラとね、赤とドラの枚数変動ですからね、もうすぐに動きますよ、いろいろ。これハマると楽しいね。こればっかやりたい MJ ファンの人も結構いるんじゃないでしょうか。そしてまたまたあっという間に集まった。結構新、あー、玉取り合戦だ。すごい強そうなおじさま、トイメン。よろしくお願いします。カメちゃんの女の子すごい谷間綺麗。かわいい子だね。プレイヤーはシャーチャです。シャーチャですか、ミサさん、よろしくお願いします。何を引いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いとなるのでしょうか。うーしゃー、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。一応本位詰めながら、これは筋統一だ。狙ってるな。筋統一ですか、土田さん。本当狙ってる。私、あー、やってないね。ソーズは伸びないと見たのか。これもう動いていけるところは動こうかなと思っております。さあ、この範囲に反応する。あ、ここで仕掛けていく。ハツ2枚切れでした。ドーピンがドラか。果たして誰なのでしょうか。いけないかしら。トン切ってみる。ひなた、これでリャンシャン点です。ここから何を引いてくるか注目ですよね。大丈夫でしたね。ドーピンが3枚の切りが続きます。あ、箱だったにゃ。お、これはもうね、いいシャンテン。ドラがなくてもいいですね。よくここまで持ってきたな。一数ピンが薄めですけれども、さあ、このハイポン、ポン、ラッキー、いけました。しかもトイトイついた。トンとシャアのシャンポンで、これしかもどっちも1枚ずつ。ロン残ってました。上がれた。幸先のいいスタートを切りました。これで役役枠に浮上しました。まずは一歩リード。というわけで、まずはスタート跳ねマン、ロン上がりです。さあ、続いてトン2曲、赤が2枚ずつになります。ドラ吐くか。プレイヤーのハイファイはどうでしょうか。うわ、すごい、ショートが多い。これは高い手が狙えそうですね。さあ、染めたいね。また染めちゃおうか。いきなりね、親の現物から私切ってったんで、やる気がすごい。飛んでたら今のところ泣きます。さあ、この範囲、ポン、ひなた、いきなり仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。チョンが2枚目。ひなた、あっという間にイシャンテン。上がりまであと一息です。でも今回はソーズが高いですね。私も集めてるけど、周りの人も集めてるかも。場を制する人物は一体誰なのか。でも白の切りが早いな。自然な方だ。これは先ほど切った牌。はい、切ります。あ、ローズを1枚。ポンと合わせて動き出した。なんかこの白取っとくのやだな。トイメン、ここは合わせ打ち。うん、これでシーソーも泣ける。ん、これどうするが一番いいかな。こうかな。トイトイもう一回行く。あ、テンパイ、テンパイ。トイメン、ここは統一落とし。カムチャ、ピンズを連打。サブロスをテンパイ取れました。ここはスルー。うふふふ、いや、いいよね、サブロスのままで。ひなた、上がりきることはできるか。さすがに。あー、積もられた親に。正解な積も上がり、レンチャンですよ。あ、でもこれはお手頃価格。
薬杯ドライチ。トン2曲。レンちゃんですね。ドラマリャンゾー。赤2枚ずつ。なんちゃです。なんちゃをなんといつ。ドラリャンゾー。一体どんな結末となるのでしょうか。あんまり魅力的な形じゃないですね。だから何はなくなせんでした。おお。ひなた早くもリャンシャンテン。神ちゃん、こうかな。いきなり仕掛けていった。これでリャンハン確定ですね。これは先ほど切った牌。一応あれですね。ここは野良を持ってきた。あー、もう通装切ったけどリャンソー来ちゃいましたよ。カムバック。一体どんなドラマが待ち受けているのか。つもぎりが続き、神茶ここで泣いてきた。これさ、泣かせちゃった初ぬるいね。もうあんまりゴリゴリに上がりに私行ってないのに。上がっているのか。ひなたイーシャンテン。ユーモン。神茶ここで。スパミンつもぎりで。あら怖い、やだ。ひなたテンパイに取りません。何これ。先に9ピン固定したんだ。で赤ウピンプラットさせたのね。場に緊張感が漂っています。でも赤がさ枚数入ってるわけじゃないですか。だからローンって言われる可能性あるよね。近く今3ピン通ったけど。おっと、ここでリーチ。プレイヤーどうするんだろう。果たしてここをしのげるのか。キューピン来まーす。あらららららら、らこっそり。こっそりですよ。カムバック数層によって、あっ、うん、ヒューイ。これは思わぬ失点。ヒューイ。まあ、うまく打たれてしまいました。なになに、イーペイコーだ。お、うらうら。リーチ、ガイアオ、イーペイ、ドラドラ、バンガン。バンガン横移動。まあ、私にとっては悪くない結果になりましたね。トン三曲は親。あ、トンだドラ。お試されるハイパイです。それでは何今の一言。土田さん何ですかそれ。腕試されるハイパイなんですかこれ。トンよね。トンがどうかよね。苦しい場になっています。あー、ソーズめちゃくちゃ切ってるよ。トンはションパイなのでとりあえず様子見ですかね。ここはドラを持ってきた。ひなた、あっという間にイシャンテン。ストレートに引けるかな。リーチ。おっと、いえー、早いよリーチが。トップ目だから無理はしないんじゃないかな。果たしてここをしのげるのか。そう、ちょっとこういきますね。私はチキンでございます。いやだっていけないでしょこれ。一歩っていうかもうだいぶ後退してますよ。見てこの。ここはドラを持ってきた。ベタオリコさん。これは華麗な打ち回し。少し場が落ち着いてきたか。先ほどトイメンが通した牌ですよね。スーピン切りでさ。落ち着いてます。本当に落ち着いてます。さあこの範囲ここはスルー。通装も通った。え、こんなにさドラーってさ。あ、飛んだ飛んだよ。やー、よかった、行かなくて。まあ、高い。いやーいやーえ、なになに、呪文呪文。はいはいはい、うんうんうん、オッケーオッケーオッケー。リーズも飛ん、ドラゴン、ファイマンダフン。まくられました。しかももうなんか心にぶっとくるね。ドラは E1、プレイヤーはシャーチャです。何入だよ。現在のトップは老僧と E1。 分かりませんよ。いや、わかんないけれども、あれ行ったらさ、トンとか打ったら。ここはドラを持ってきた。なになに、トンか。ドラ使いたい全部。連続でドラ。あ、でもこれはいらないけども、ちょっとこうする。E1 なんてさ、だいたいポンもされないし、先に切っちゃいたいよね。場は膠着状態。せめてタンヤオとかさ、なんか役の形でさ、なんかこう先にこうシュッてし
してくれた方が決めやすいのにしないんだよな。来ちゃうか。ひなた、これでリアンシャン点です。方針が定まってきましたよね。何スーピンって、来ちゃう。結構瞬間にこう形決めるのあんまじゃあんまりしないけど。ここで仕掛けていく。ひなた、ああいいじゃんいいじゃんいいじゃん、もういいよいいよいいよ。ひなた、あっという間にイシャンテン上がりまであと一息です。初はションパイ。あー急走カムバックでこれでいくか。そうしましょう。各茶どのように打ち回していくのか。30枚に切った急走が振り点ですね。私とりあえずね三面ちゃんですから各茶腐ってもみたいな言うでしょ。ほら来たー。はい、ピンフサクモドラドラ赤赤ひなた、これでトップに浮上しました。出番です。やっぱ三面ちゃんはさすがだね。さあまた僅差ですけどトップ面に立ちました。で何二局は一番競ってる相手の親なのでどうにかねまとめてちょっとシャシャってやりたいんですけど、ドラも赤も多いんでね、そうも言ってられないかも。ちょっと流したってオーラスすぐにまくられちゃうかも。さあこの範囲に反応するか。トン。ひなた、いきなり仕掛けてきた。これでだいぶ楽になりましたよね。いや楽じゃないよこれ。泣かない方がいいかもしれないよねこれね。ひなた、あっという間にイシャンテン。有利な街にしたいですよね。有利な街どこですか。なんもう何来てしまえ。動き出した。もう何来い。ドラ来い。私のところに何来い。各茶どんな最終形を。お願いします。あ、何切られました。何はギリギリまで絞るかな。絞るというかなというか。問題はさ、トイメンさんがさ、このはスルーリーチとか来た時よ。ひなた、ここも我慢。もう悲劇になるかもしれないよ。でも一応。場に緊張感が漂っています。なんないもう何聞いちゃおう。急走くれ。急走でいい。ドラ少しおっとここでリーチ。プレイヤーどうするんだろう。果たしてここをしのげるのか。これは華麗な打ち回し。でこれをねここにね行くのはねアホなの。ここは一歩後退。だからね、私はね、降りちゃうのですよ。片言。落ち着いてます。本当に落ち着いてます。あー、もう、なんでこったい。9は何、ヒョンパなの？ジョロ。あー。神茶、軽快なつま上がり。レンチャンですよ、レンチャン。あ、トン、ドラドラ。テンパネしてるよ。またまくられた。ラン2曲一本場、ドラはペイ、プレイヤーはなんちゃです。お、稲妻走った。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。これは速攻かな。早い順目でいけそうですね。いやもう役割重なれ。どう打ち回していくのでしょうか。あーいいじゃないですか。めちゃくちゃいいよこれが。テンパイしないこととか持ってきた。思ってたんと違う。これ思ってたテンパイと違う。イーソーとキューピンのシャンポン。うん、レアンパンナンピンが いつ赤ドラ漫画一番最初に仕掛けるのは誰か。うんうん、じゃないんじゃないんじゃない。レアンピン、カンニャンピン、カンニャンピン手出し。ひなた、上がりきることはできるか。さあ早くも一通のテンパを入れています。町は管理案件。ここはドラを持ってきた。いらない。ペイ切ってくれてるしね、親がね。くぅ、いや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 、あ、い
ニピン出てきたよ。上がれないですね。ここはスルー。ヤンピン、ヤンピン。ここは統一落とし。重苦しい場になっています。にゃんぴん、どこどこ行ってしまったん。にゃんぴん、このまま流局となるのでしょうか。 いらっしゃらないね。あ、あ、なになに。あ、ポンで済んだよ。ここで仕掛けていく。ポンで済んだけど。あ、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 高いよ。高い。だって1万2000ってことは終わったー。ありがとうございました。ということで、私は2着でしたけれども、強かったな、この神茶のすごい金髪の女の子。プラス20ですね、MJ チップ。いやー、強かった。プラス 3.6 ということで、ちょっと上がったね。ポイントね、スコアはね。はい、というわけで、4戦目終えました。どうにかできたかもしれないな。でも最後は闇だな。まあまあ、好成績といえば好成績ですからね。ありがたい結果と思いたいと思います。ギャンブルタク面白い。いやでもね、リーチ合戦とかになると怖いね。ドキドキします。さあ、この後は後半戦になりますね。どんな風になっていくんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバーイ。